はい、皆さん、こんにちは。チームハロンズ、黒川です。ポンドへのテクニカル分析を3分で解説します。7月21日までの週間見通しとなります。まずは結論から。はい、週足、ボリンジャーバンド一目金好表上昇トレンド進行中、ストーキャスティックス、売りシグナルが点灯ということで、はい、週足ベース、短期下落があるものの、底堅い動きと見ております。続きまして、冷やしです。ボリンジャーバンド一目金好表トレンドが出ておりません。ストーキャスティックス、強い買いシグナルが点灯ということで、冷やしベースは上目線と考えております。 ます。それではテクニカル分析とサポートレジスタンスをご紹介します。はい、まずは週足ボリンジャーバンドトレンドの方向性を示す赤い点線21周移動平均線上昇しております。はい、ローソク足と言いますと21周移動平均線の上に位置しておりまして、まあ、直近のローソク足下ひげが長いということはやはり上昇圧力が強いのかなという感じがしております。はい、そういうことで週足ボリンジャーバンド上昇トレンド進行中です。 はい、週足ストーキャスティックス、売りシグナルが点灯ということです。はい、続きまして、週足一目均衡表です。形状から言うと上昇トレンドの形状、さらには短期標の赤いラインの転換線、直近では上昇傾向を示しております。買いに勢いがある状態、さらにはこの転換線、現在サポートラインとしてワークしております。 はい、続きまして、東のボリンジャーバンド、トレンドの方向性を示す赤い点線、21日、移動平均線、真横を向いておりますので、トレンドが出ておりませんが、そんな中、ローソク足はといいますと、この21日、移動平均線、現在、上抜けトライ中ということで、これあの、上抜け成功した場合は、買いに勢いがつくかなという感じです。はい,そう,いうことで、東のボリンジャーバンド、トレンドが出ておりませんが、買いバイアスが強い状態と。 はい、日足のストーキャスティックス、買いシグナルが点灯、3にはパーセント D、パーセントスロー D、鋭角に上昇しております、かなり強い買いシグナルが現在点灯中ということです。はい、続きまして、日足の一目均衡表ですね、ローソク足と雲の位置関係からトレンドが出ておりません、そんな中、ローソク足はといいますと、レジスタンスラインとしてワークしておりました、基準線上抜け、成功しております。現在 ローソク足の下にはサポートラインとして基準線、雲の上限、転換線が位置しておりますのでチャート形状から考えますとなかなか下にも行きづらいのかなという感じがしております。はい、それでは 7月21日までのサポートレジスタンスをご紹介したいと思います。まずはサポートラインです。はい、163円の丸三レベル、163円の丸三レベル。これは何かといいますと、はい、週足一目均衡表転換するレベルということです。はい、続きまして、レジスタンスラインなんですけれども、166円の一六レベル、166円の一六レベル、はい。これは東のボリンジャーバンドプラスシグマラインレベルということです。 はい、7月21日までの予想オレンジ163円の丸丸7レベルから166円の17レベルということです。はいポイント、上昇トレンド進行中も短期下落警戒ということで、はい週足ボリンジャーバンド一目均衡表、上昇トレンド進行中、さらに日足のストキャスティックス、現在強い買いシグナルが点灯ということです。はい 見通し的には、ですね、堅調な推移が予想されますが、週足ストキャスティックス、売りシグナルが点灯しております。はいそういうことで、7月21日までの見通しなんですけれども、はい、短期、えー、と下落、短期の、まあ、下落、調整売りは起こりそうなんですけれども、まあ、あの7月21日まで、ポンド円につきましては、ですね、堅、ま、調、あ、な推移が考えられると。 思います本日は以上となります。